はい、唇を噛みしめて第6話なんですけども、第6話の前にね、メールを2通いただきました。その内容っていうのはちょっとここでは割愛させていただきますけども、要点だけ抜き出すとこういう風になってますね。自分は YouTube 動画を見ることはできても発信には無知な上苦手意識がありますと。はい、ここですね。無知で苦手意識がある、この2つって私解決できないんですよ。無知であるってことは学ばないといけないんですよね。学ぶってことは調べるってことだと思うんですよ。じゃあ YouTube のどういったことがわからないのかってことですね。例えばアカウントの取り方がわからない、じゃあ YouTube アカウント取り方で検索しましたか、その上でわからないんですかってことなんですよ。その上でわからなければ私の出番です。でも自分で何も行動せずに、知らないことを調べずに、知らないのを知らないままにしている、それは無知が続くと思います。知らなければ分かるまで調べればいいだけだと思うんですよ。きっとそういうふうにしてね、今までもやってきたと思うんですよね。分からないから分かるまでやる、できないからできるまでやる、その途中でどうしてもここはサポートが必要だなと思ったら私の出番なんですよ。いつでも私がおりますので頼っていただいていいんですけども、何もせずに待っているだけで1から10まで全部お願いしますってことにはなりません。行動してみて行き詰まったら私の出番、行動してみて行き詰まったら私の出番、それは全然 OK なんですよ。でも何もしてない状態で分かりません、稼げませんだと私も途方に暮れるばかりですね。それこそ一生一緒にいないといけなくなっちゃいます。例えて言えばですね、私が魚を取ってその魚を揚げてる状態なんですよ。違うんですよ。私は魚の取り方を教えることができますけども、竿を持って水辺に垂れなければ私手伝いようがないんですよね。ですんで前回私はこうやってくださいっていうふうな指示を出しました、ね、でそれがどうやったらできるようになるかってことをもうちょっとね、いろいろと試行錯誤してもらいたいなと。そしてああやってみたんだけどダメだった、こうやってみたんだけどダメだったという具体的な行動例からその修正点を私は指導することができますけども、何もやってない人に私はねやることがないんですよ。ここをねよく理解していただきたいと思います。よくね学校でも宿題が出たと思いますけども、宿題をやってきた人には宿題の採点ができるんですけども、やってこない人には何もできないですね。ですからここから始めないといけないんじゃないかなと思います。今日はね第6話ということでちょっと短めの動画ですけども、虚心にお聞きいただければ幸いでございます。私はね、成功していただくこととか稼げるようになっていただくことしか期待してません。でそのために私の存在があると思いますし、でネットで稼ぐっていうね、そういう希望を持ちでしたらパソコンは得意になるのは当たり前です。パソコン得意になるつもりがない人にはもうね何もやることがないんですよ。それこそね、敵屋でもやって露店で稼ぐとか、それとかね訪問販売やって売り上げを上げるとか、そういう自信がもしあるんでしたらそちらの方に進んだ方がいいと思いますし、そちらの方の指導も私やっていきます。ことビジネスにおいて、店舗ビジネス以外ではね全て協力できると思いますけども、まあなんて言いますかね、待ってるだけとかね、苦手意識で行動できない人にはもう何も言うことがないんですよね。もっと言ったらね、苦手意識があるから努力しなくちゃいけないと思うんですよ。得意な人ってじゃあ努力しますかね。苦手だからこそやっていかないと、で無知だからこそもっともっと勉強していかないといけないと思うんですよ。だから無知と苦手を認識してるのに、自覚してるのに何もやらないってことになると打つ手はないんですよ。厳しいこと言いますけども、本当にね甘いこと言ってもしょうがないんで、はっきりと言わせていただきました。それでは失礼します。